おはようございます。今時間12時40分過ぎなんですけども、今日はお休みとかですか？今日はお休みですか？お休みです。はあ、休みの日はこんぐらい昼間まで寝てたりするんですか？今昼過ぎ？そうですね、12時40分なので、まあ世間から言ったらそうですね、昼過ぎってやつですね。寝すぎた。うん。いつ頃起きられるつもりですか？もう起きる。撮ってんの？撮ってんの？今日はちょっと取材をさせていただこうかなと思うんですけども。なんで撮ってんのよ。りょうさんは東京に来てどのくらい経つんですか？東京に来て、待って。13年。13年。うん。その前まではどこにいられたんですか？その前は、福岡に3年と、うん、あとは、熊本です。何のために東京に出られてきたんですか？今何ですかってこと？東京に出てきた理由？俳優を目指してて、はい、東京の事務所に移籍するため。あ、じゃあ今俳優さんなんですか？今違います。今違うよ。その辞めた理由とかは、まあ、いろいろ、うん、あの、いろいろ。なるほど。うん。今は一人暮らしされてるんですか？今は、旦那と一緒に住んでます。あ、そうなんですね。はい、旦那さんというのは？旦那さんは、あの、映像クリエイターの翔太です。あ、そうなんですね。ご結婚されてるんですね。結婚はしてないんですけど、はい。あの、パートナーシップ先生は、うんうん、してます。あ、そういう制度があるんですね。はい。はい。待って、なんで、この姿をずっと。いや、あの、動いていただければ、それについていきます。やばいでしょ。まあ、むしろ、あの、動いてもらった方が俺は絵になる。そうなんですね。結婚されてどのくらい経つんですか？まあ、結婚っていう言い方があれなんですけど、どのくらい経つんですかね。2年半くらい。今の彼はどうやって出会ったんですか？ツイッターの DM で。あ、DM で。はい。そういう出会いっていうのはよくあることなんですか？どうなんだろう。どうなんだろう。最近はあるかもしれないけど、その時は少なかったかもしれない。あ、そうなの。じゃあ、時代の先端を行かれたという形で。どうなんでしょうね。ああ。そういう方っていうのは、マッチングアプリとかで出会ったりするものなんですか？が多いんじゃないですかね。うん。なかなか。そうなんですか、ね。はい。今日のご予定は何かあるんですか？今日の予定ですか。今日の予定は、お昼ご飯食べて、お酒飲んでゲームして寝るです。はい。でも今一応12時52分なんですけど、もう準備しなくても大丈夫なんですか？準備、する。トイレはよくされるんですか？トイレはよくするだろ。朝起きたら絶対することなんですかね？絶対する、トイレ。うん、トイレに30分こもります。なるほど。でも今はちょっとおしっこだけ。はい。ちょっと失礼します。入ってくんなよ。お帰りなさい。あ、ただいまです。パジャマはいつもその格好なんですか？そう、最近。買ったんですよね。あ、買ってもらったんですよ。あ、買ってもらったんですね。そうなんだ。ちょっとシャワー浴びてもいいですか？あ、はい。あ、普段そのパジャマのこだわりとかあるんですか？
いや、こだわりとかは特にないんですけど、着やすいやつがやっぱいいですよね。はいはいはい。普段メガネってされてるんですか？あ、そうなんです。あの、目がすごく悪いので。コンタクトはされてないんですか？あ、コンタクトです。寝る前と寝起きはメガネで、普段はコンタクトしてます。はい。すいません、ちょっとそっちに切ったの。あ、そうなの。すいません、お忙しい中。ちょっと、あの、服脱ぐので。はい。あ、あの、ちゃんと下は隠してあるんで大丈夫です。はい。そういうことじゃ普段鍛えてたりするんですか？いや、鍛えてないんですよね。全然鍛えてなくて。あ、そうなんですね。あの、見せられるような体ではないので、はい。ちょっと、はい。ここは。メガネつけて、フローは入らないですね。はい。あの、うん、ちょっと、はい。早とちりしないでもらってもいいですか？わかりました。ちょっとお待ちしてます。遅い、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 遅い。あの、あ、やだ、ちょっとすみませんが、こんな、でも今多分お忙しいと思われるので、やだ、ちょっ と、あのー、すみません、裸なんですけど、はい、すみません、あ、ゲームどこですか？ええやめてやめて、びっくりしたまぁ、ちょっと深い話をしたいかなと思うんですけど、あ、こんなところでちょっと待ってね。はい。ちょっと着替えるんで。はい。今の彼との出会いとかはいろいろ、何度も多分いろんなとこで話されてるのは大変恐縮なんですけども、はい。改めて、教えていただきたいなと思うんですけど、そのツイッターで出会ってから、どういう風に会うとかってなるんですか？もうずっと何回かやりとりをして、でも会わない時期がどれくらいかな、もう半年くらい、あったんですよ。はい。やりとりはしてるけど会わないみたいな。で、途中でなんか、もう、やりとりしなくなったりした時期とかもあったんですけど、なんでか、やりとりが再開になって、で、その時かな、会ってみるみたいな。会った最初の第一印象ってどんな感じでした？いやー、第一印象は本当に、ドタイプで、彼のことが、もう、ずっとかっこいいって思ってました。そうなんですね。はい。付き合いたいと思うきっかけはあるんですか？なんかきっかけは僕の12下だったんですけど、すっごいなんかしっかりしてて、年の差をそんな感じなかったんですよね。で、なんかそこら辺にそのギャップっていうのかな、その見た目と中身のギャップにキュンとして付き合いたいなと思いました。それは今も変わらずですか？あ、それは今も変わってないですね。中身はやっぱり今もしっかりしてるなと思うし、でも年相応の可愛らしいところもあって、そこら辺が好きなところです。そうなんですね。はい。りょうさんの座右の銘とかあるんですか？座右の銘は素直っていう言葉を大事にしてます。はい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 。その素直であれば何かいいことってあるんですか？素直、なんか固定概念っていうか、そういうの誰でもあるじゃないですか。そうなんだけど、一回素直に受け止めて、その上でいろいろ物事を考えたいなと思ってて。セクシャリティとかに関して、ああ、まあ、マイナスなイメージが結構言われることが多分メディア的には多いと思うんですけども、逆に良かったこととかあったりするものですか？逆に良かったこと。どうなんだろうなぁ。まあ今、その12歳年下の彼氏と一緒に同棲してるんですけど、カップルでもあり、家族でもあり、友達でもあるみたいな、なんかそういうところがあって、そういうのはすごくいいなって思います。なんか兄弟みたいな感じなところもあるし。それは男女と付き合うのとはまた違うものですかね？なんか違う、わかんないですけどね。僕、女の子と付き合ったこともあるんですけど、僕の場合ですよ、女の子と付き合ってる時ってなんかどうしても見栄を張りたいっていうか、かっこよく見せたいっていうのがすごく出ちゃって、付き合うことにすごい疲れちゃうんですよ、女の子と付き合うことに。で、まあ、男性と付き合って初めてそうじゃない自分が出せて、あ、こっちの方がや僕は落ち着くんだなとか、そういう風に思いました。だから、まあ僕の場合ですけど、その女の子と付き合うのと、男の方と男性と付き合うのは違うかなっていう感じがします。今の彼と出会っ
て良かったことって何ですか？良かったことですか？切実に一番良かったなって思うのは貯金ができたことですね。あ、今まで貯金はされてなかったんですか？僕あの特技が給料をギリギリまで使うっていうのが特技だったんですよ今まで。なるほど。その月もらった給料をね。逆にきっちりされてますね。そうだと思います。ちょうどなくなるんですよ給料日の前日くらいに。わ、俺すげえなって思う。それは計画的ですね。そうなんですよね。でもそのまあ、翔太と付き合ったことによって貯金ができるようになりましたね。そうなんですよ。ちなみに言える範囲でいいんですけど、貯金額っていくらぐらいなんですかね？それはちょっとご想像にお任せしたいと思います。そうなんですね。今までそうやってお金をいろいろ使ってきて、その良かったこととかあったりするんですか？良かったこと、どうなんだろうな。やっぱいろいろな経験もできたと思いますよ。いろんな美味しいもの食べれたりとか、美味しいもの飲めたりとか、いろんなとこ遊び行ったりとか。はい。そういう点では、若いうちにお金使っといて、まあいろいろ経験しといて、損はないかなと思います。はい。あ、いろんな経験ができたと。そうですね。ちょっとひげ剃りしても大丈夫ですか？あ、どうぞどうぞ。ちょっとうるさいかもしれないんですけど、あ、はいはい、あまりセクシャリティについて聞くのは、はい、理解ある人もいれば理解ない人もいて、はい、まあ、繊細な部分で聞くことでもないかなとは正直思うんですけども、はい、でもそのことについては聞きたい人は多いかなと思うんですけども、はい、女性と付き合ったことがあるということは、はい、バイセクシャルなんですか？そこをちょっと難しいところで、その当時は女の子をやっぱり好きになったりとかしてたんですけど、今は一切ないんですよね。なので学生の頃なのかな、20代前半くらいまではもしかしたらバイセクシャルだったのかもしれないですけど、今はもう完全にゲイですね。はい。あ、どうぞ。まあ、あれですよね。セクシャリティとか正直決めないっていうのが一番の正解とか。確かにね、僕もそれはちょっと思ってて、うん、まあ、ゲイとかバイとか、レズビアンとか、うん、あと今 LGBTQ のカテゴリーの中にいろんなセクシャリティがありますけど、うん、なんていうのかな。その人によっては、自分の性自認が何なのかっていうのをはっきりさせたい人もいると思うんですけど、はっきりしたことによって、それに囚われすぎちゃうこともあると思うんですよ。なので、まあ自分がどういう性なのかっていうのを自覚するっていうのも、いうのは大事だと思うんですけど、まあそれに囚われすぎないで、まあ好きになった人が好きなんだっていう、もうそれでいいじゃんみたいな。そうですよね。うん。まあ結構そのツイッターとか、そういうところで結構こういう話っていうのはなんかよくある。議論ってよくあると思うんですけども、うん、その僕らその当事者に対し、に関してはそこまで気にしてなかった部分というか、うん、その、周りが叫んでるだけで当事者はそんなに思ってないとか、うんうん、そういうことが結構ギャップがあるかなと思ったりしてますか、うん。まあ逆もありますけどね、なんかその当事者というか、まあそっちの方が強く言いすぎてて、逆に周りは気にしてないよみたいな。逆のパターンもあると思うんで、うんうんうん、まあそれは、まあどっちもどっちかなみたいなところはあると思うんですけど、将来的、まあ今後、まあ今、その LGBTQ っていう言葉が、まあ浸透してきて、理解してくれる方々も増えてきたと思うんですけど、もう今後は、なんかそういう、なんていうのかな、LGBTQ っていう言葉はもう逆になくしちゃって、もう、好きな人を好きになっていいんだよみたいな、うん、なんかそういう世の中にねなったらいいなと思います。ありがとうございました。はい、はい、ありがとうございます。ちょっと僕歯磨きさせて。あ、はい、どうぞどうぞどうぞ。終了。わあ、暑いぜ。暑い暑い暑い。今度僕のもやってね。うん、今度ね。最後。はい。何ですか？今の彼と出会って幸せですか？はい。幸せです。よかった。